登場いただいたのは錦山明役パク・ケントさん、沢村由美役河合優美さん、錦山美穂役中山ひなのさん、風間慎太郎役唐沢俊明さんです。さあ、まずはこの4名の方々に華やかにご登場いただきました。レッドカーペットをゆっくりと歩んでいただいています。さあ、ご来場の皆様にお願い申し上げますが、本日はお客様による撮影は禁止とさせていただいております。ご協力をお願いいたします。さあ、踊りながらレッドカーペット、かっこいいステップでございます。ありがとうございます。さあ、お近くを通られた際はぜひ手を振っていただいて、ライトも光ってますからね、大きな拍手5000円をお願いいたします。さあ、そしてキャストの皆様には真ん中で一度ポーズを決めていただきましょうか。キャストの皆様、左右にたくさんのお客様、今日はお見えです。ぜひ端から端まで存在を感じていただきながらポーズを決めていただきたいと思います。シックな黒の装い、素敵です。さあ、改めてお願いいたします。本日はお客様による撮影はご遠慮いただいております。お願いいたします。さあ、どうぞ端の方まで見えてらっしゃいますでしょうか。たくさんの方にお見えいただいています。さあ、それでは皆様、再び登場ゲートにご注目いただきましょう。レッドカーペットをゆっくりとお進みいただきましょう。そしてステージ上でも撮影が引き続き行われています。大きく手を振ってくださっているのは青木さんですね。今回すごい強肩ぶりを本作では見せてくださっていますよ。レッドカーペットでは噛みつかないでくださいね。さあ、どんな真島になるのか、すでにネット上など大変大きな注目を浴びています。どんな真島五郎になるのか、こうご期待です。ステージ上の皆様もありがとうございました。また後ほどご登壇いただきます。さあ、青木さん、そして武監督にもポーズを決めていただきましょう。どうぞ、きっと遠くの方まで見えていますからね。キャストの皆さん、ぜひ大きく手を振っていただいたり、拍手をお送りください。さあ、このツーショットもなかなかレアと言えるんじゃないでしょうか。素敵です。武監督が作り出す真島五郎、どんな風なキャラクターとして本作で描かれているのか、ぜひご期待いただきたいと思います。そして最後に登場するのはもちろんこの方です。カズマ役、竹内涼真さんです。飛龍スタイルのファイティングポーズ見せてくれました。さあ、軽快に歩みを進めていらっしゃいます。手を振って、ぜひ皆さんも拍手で応えてくださいね。ステージ上でもお二方ポーズを決めてくださっています。さあ、そして早くもおーっと感じが入りました。飛龍カズマ役、まさに再現されました。竹内さん、真ん中でポーズ決めていただきましょう。今回の役を演じるにあたり、ものすごい肉体改造もされました。その背中をね、すでにビジュアルでご覧いただいている方も多いでしょう。この佇まい、まさに桐生一馬。竹内さん、真ん中に立っていただきましょう。姿を収めさせていただきます。今日はうちわを持ってきてくださっている方もいらっしゃるんですね。さあ、すがすがしい表情です。桐生一馬が乗り移ったかのような